百獣の王は武井さんで誰も異論はないと思いますが、武井さんのもう、百獣の女王は誰ですかそうね、百獣の女王、誰なんだろうね。誰なんだろうね。一時吉田沙保里が近かったですけどね、やっぱりね。吉田沙保里も最近もうなんか、素敵な女性として歩み始めて、筋力が10分の1ぐらいになってるんで、そろそろ倒されちゃうと思いますし、河合梨紗子の方が今強いんじゃないかと僕は想像してますんで、もう誰か、百獣のの王、誰か分かりませんけど、まだね。 百獣の女王と名乗りたい人がいないっていうのが現実だと思います。はい。現実、誰も名乗りたいと思っていないっていうのが、なんか一人いたな。猛獣の倒し方を研究してる女性。なんかいたよな。俺に憧れてるみたいなことをビジネス的に言ってるモデルさんみたいです。みたいな。<laughs> あれ、絶対本音じゃないと思うんだ。事務所から言わされたんかなあれ、宮本真由さんだっけ宮本真由ちゃんだっけ <laughs> なんか、 いろんなものの倒し方を研究してるんですみたいなことを、俺のことをなんだっけな、キングって呼んでて、<laughs> キングはとかって真顔でトークしてたけど、あれなんか事務所にやらされてんじゃねえかなと思って俺心配してたんでね、こんなこと言いたくないのかなと思ってかわいそうと思ってたんだけど、本当に目指してるなら彼女を百獣の女王って呼んであげてください。百獣の王国家そうのケイジョンチャンネル始まるよ